このドレッシング最高に大根に合います。パラリとね、ごまかけ。どうも大根役者です。今回はですね、思考シリーズということでですね、ちなみにこの動画はミュート推奨です。うるさいんで俺の声が。今回は大根サラダ食べます。大根サラダって皆さんよく作るよっていう方もいらっしゃれば、全く食べないよっていう方もいらっしゃると思うんですけども、なぜこれをやるかといったら、やっぱ大根が安いじゃないですか。で、大根も煮物ばっかになりがちじゃないですか。で、今回はですね、大根サラダ最高に食べられる本当に美味しいドレッシングを研究してきましたので、この研究結果を皆さんに報告したいと思いまして、この動画を撮っております。ということでですね、今回は大根を最高に美味しく食べられる大根サラダの作り方でございます。リュウジのバズレシピ。材料紹介いきます。まず大根役者です。大根です。はい。で、貝割れでございます。貝割れ1パックでいいですね。鰹節で 3g、 あとは、調味料概要欄に書いてありますので、そちら参考にしてみてください。至高の大根サラダを作る上で何が重要かというとですね、大根の美味しさをやっぱり噛みしめなきゃいけない。僕なんか前にネットで見たんですけど、大根をめちゃめちゃ美味しくお酒にするやり方っていうのを見たんで、今やっていきたいかなっていう。大根ね、こうやっておろすんだもんですね。こうやっておろすじゃないですか。で、ここにレモンサワー入れます。で、まあまあまあレモンサワーですから、これがね、なんか大根の粒粒感が味わえてすごい美味しいと言ったそうだ。じゃあいただきます。あ、うまいうまいうまい。これね、大根の爽やかさがね、際立ってすごく美味しい。レモン果肉入ってるみたいですね。大根の首根っこの方が甘くて美味しいかもしれないですね。でもこれでも全然美味しい。じゃあということでやっていきます。まずですね、この大根なんですけども、サラダに向いてる大根の部位っていうのがありまして、この青いとこね、この葉の部分に、近いところのが、これね、甘いんですよ大根って。で、ここら辺をだいたいこれぐらいのね、長さに切りますと、だいたいこれぐらいの、だいたい何センチだろう、6、7センチぐらい。もちろんね、先端の部分でも美味しいんですけども、青いところの方が甘みがある方がね、サラダとしては生食には適してるのかなと思いますので、やっていきます。で、ここで、こんな感じで薄くスライスします。で、千切りしていく。切れたら4つのブロックぐらいに分けた方がいいかな。で、こんな感じで切っていく。で、僕はね、皮むかない。これだけ千切りにしちゃえば皮の食感気になりません。はい、こんな感じですね。で、貝割れでございます。貝割れでなくても美味しいは美味しいんですけども、あるとね、結構彩りになりますんで、用意しておいた方が、綺麗に仕上がります。で、こいつちょっと面倒くさいかもしれないんですけど、この大根ね、あと貝割れ、ボウルに入れていただいて、で、鰹節、はい、パラッとね、これね、あえとくんですよ。はい、鰹節っていうのは旨味が強いので、これをね、少しね、ここの大根と貝割りにあえておくことによって、非常にですね、大根自体に味を染み込ませることが、できます。はい、この感じですね。で、これで大根サラダの下ごしらえは OK です。もし辛い部分を使うときは、千切りにした大根ちょっと水にさらしておくと辛み抜けますんで、はい、で、絞ってやっていただいて、今日は青いとこ使ってるんで、大丈夫ですんで、これでやっていく。はい、じゃあマヨネーズね、大さじ3、目分量入れちゃいますけども、で、これ2で、醤油、お刺身に醤油ごと、はい、そしてお砂糖です。お砂糖が小さじ1杯入ります。味の素のふりです。これで旨味つけていきます。で、ね、練りからし、これでちょっとスパイシーさを出していく。だいたいね、4、5センチぐらいでいいです。はい、で、ここで、すりごまを大さじ1杯入れると、これ醤油をね、すりごま吸ってくれるんですよね。なんで非常に美味しい、ドレッシングができます。このドレッシング最高に大根に合います。もうこれ大根専用で作りました。はい、まあ、他のでも美味しいけど、もし足んなかったらもっと作ってくださいね。じゃあ、持っていきます。大根ちゃん、まあ
いんじゃないでしょうか。はい、でここにこの最高のドレッシング、まあ、もし人によってはね足りないっていう方もいらっしゃると思うので、もうドレッシングのさっきの作り方を教えたんですけど、足んなかったら作ってください。でまあ最後ちょい画面押してね、はいと、ね、かけて、はい、そうしました。こちらで至高の大根です。それではいただいていきたいと思います。ドレッシングは食べる直前にかけてくださいね、まあ、サラダの鉄則ですけども、水が出ちゃうんでサラダから。じゃあいただきます。おーうーまっ。これね大根がシャキシャキでプラスドレッシングのうまさですよ。大根にまぶした鰹節も効いてますね。だし感がすごい、本当に美味しい。つまみにも最高なの。ごまの香ばしさがすごい立ってますんで、本当に裏でもいける。大根が甘いとこ使ってるんで、カイワレのちょっとした辛みがピリッとアクセントになって本当に美味しいですね。これここでね、味変換フジネーションいきたいと思います。ラーの油でしょ。ここはごまも入ってますんで、ちょっとピリッとさせたらどうなってしまうのか。これは何かというとちょっと中華風になりますね。ちょっと担々っぽい味になります。うーん、大根がこんなにうまくなるのかって思ったらすごいっすよ。ということで勝負、頑張れ。いっす、いただきます。うまい、正直なめてました。大根あんま好きじゃない。あー、生の大根美味しいでしょ。めっちゃうまいっす。ポイントは鰹節、大根のなんか生のこう大根臭さみたいなのもなくなってて、うん、かなりサラダ向きになるんで、これだったらお店にあったら頼みます、うん、そうだよね。これお店だったら俺頼む。お通しとかで出てきてもやるなって。うんうんうん、うまい。これは最高でした。はい、ということでぜひこの大根サラダ、これねかなり技ありのレシピだと思いますんで、皆さんぜひこの方法で試してみてください。酔いが回る。はい。ね、あ、余すとこなく使い切りましょう。